こんにちは、石山コーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はコイン紹介ですね。2分の1オンスの人気シリーズ2枚セットもありということで、ファーストスパーズシリーズのご紹介をしていきます。1枚目が2009年 W10 ドル金貨マーガレット・テイラー PCGS プルーフ70ディープカミオ、2枚目が2枚組ですね、2011年 W10 ドル金貨ルーシー・ヘイズ PCGS MS70 とプルーフ70のディープカミオで、両方ともファーストストライク。3枚目が2011年 W10 ドル金貨イライザ・ジョンソン PCGS MS70 ファーストストライク。4枚目が2013年 W エディス・ウィルソン10ドル金貨 PCGS MS70 ファーストストライクです。早速1枚目ですね。2009年 W の、マーガレット・テイラーの PCGS プルーフ70ディープカメオですね。こちらの方は大統領の夫人シリーズということで、配偶者ですね、ファーストレディがデザインされています。2007年から、デザインされていて、2020年まで発行が続いている非常にロングセーラーのものですね。毎年、4、5種類出ていて、今回この2009年のものは3シーズン目ということで、非常に人気の高いシリーズです。スペック全部一緒で、直径が 26.5mm、 重量が 15.5g、 0.5 オンス、純金の 99.99% 金、2分の1オンスの金貨になります。大統領がアメリカ合衆国の12代目の大統領ということで、ザカリー・テイラーが大統領でした。64歳で就任、在職期間が1年と4ヶ月ですね。もともと陸軍で40年の経歴を持ち、暴れん坊、老いた暴れん坊ということで異名を持っていたという大統領でした。ザカリーは米英戦争、ブラックホーク戦争、第二次セミノール戦争、米墨戦争に従軍していました。在任16ヶ月目に、死去したということで、史上3番目に在任が短い大統領として有名です。2枚目の方が2枚組ですね。2011年 W の10ドル金貨ルーシー・ヘイズの、プルーフ70ディープカメオと MS70 の、ファーストストライクの2枚組になっています。スペック等は先ほどと一緒です。MS の方が発行枚数が2196枚、プルーフの方が発行枚数が3868枚です。アメリカ合衆国の19代大統領のラザフォード・バーチャード・ヘイズ、就任時年齢が54歳、在職が1877年から1881年という、期間在職していました。弁護士から法務官ということで、最終的に大統領にまでなった、能力主義、人種に関係ない平等な待遇、教育による改革を掲げたということで、非常に素晴らしい大統領でした。こちら発行枚数がかなり少ないということで、PCGS の基準価格が、MS の方かなり高くなっています。オークションレコードも非常に高くて、このルーシー・ヘイズのMS 仕上げというのは非常に珍しくて、2枚セットになっているのはなかなかないかなというふうに思います。そして3枚目ですね。2011年 W のイライザ・ジョンソン MS70 のファーストストライクに、なります。スペック等は先ほどと一緒で、純金の2分の1オンスになります。こちら MS 仕上げで、発行枚数が2905枚です。アメリカ合衆国の17代大統領アンドリュー・ジョンソン、就任時56歳、在職が1865年から1869年に在職されていました。アンドリューはリンカーン大統領の暗殺の後に副大統領から大統領に就任したということで、リンカーンの軍事政策を支持、奴隷制度の賛同者でもあったという内容です。ファーストレディのイライザ・ジョンソンは1810年テネシー生まれで、1827年にアンドリューと結婚、2人の娘と3人の息子に恵まれたということでした。こちらの方も MS 仕上げ、結構枚数が少なくてですね、2905枚ということで、基準価格も割と高めの1枚です。ファーストスパーズシリーズ、結構 MS の方が枚数が少ないものとかあって、基準価格が高いものが多いのも特徴です。
最後4枚目ですね。2013年 W のエディス・ウィルソン PCGS-MS70 のファーストストライクの1枚です。発行枚数が1974枚ということでかなり少ないです。28代大統領のウッドロー・ウィルソン、就任時が56歳、在職期間が1913年から1921年ということで2期大統領として在職していました。1914年にエレンと死別して、1915年に未亡人だったエディスと再婚しています。1919年にウィルソン大統領は脳梗塞を発症し、大統領としての執務の執行ができなくなったという経緯があります。ファーストレディのエディスの方は43歳でウィルソンと再婚して、脳梗塞で倒れた後ですね、2年間国政の決裁を行ったということで歴史が残っています。今回は全部で4セット、2枚組もあるので全部で5枚のコインをご紹介してきました。全てファーストスパーズシリーズ2分の1オンスの純金金貨ということで、今回もファーストストライクのものが3種類と通常のプルーフ仕上げが1種類です。なかなかファーストストライク、なくて、これ確か PCGS のファーストストライクが出始めたのがこのまさにファーストスパウズシリーズからだったので、それまではファーストストライクという概念がなかったというふうに記憶しています。このファーストスパーズシリーズ2020年も発行されていて、今売り出し価格が1400ドル、2分の1オンスなんですけど1400ドル超えていて、箱入り新品でその価格というのが今の現状の値段です。このように PCGS の70鑑定がつけば、おのずと値段高くなるので、かなり今、値段売り出し価格が高くなっているような状況のコインです。今回のこの中だと2011年とか2013年のものですね。もう本当に PCGS の、ファーストストライクで70グレードということで売り出しがかかってた時期を思い出すと、かなり高い値段で売ってたなというのが、印象にあります。2020年の12月20日ぐらいから、LINE の方ですね、登録していただいて個別相談に申し込んでいただいた方に、1日2人ですね、水曜と木曜日と日曜日30分を2コマ2人ずつだけ、個別相談というのをオンラインで行っています。こちら Zoom を扱っています。Zoom の方は、スマホでも、パソコンでも、つなげられますので、ぜひその個別相談ですね、こちらの方にお申し込みいただければと思います。YouTube の方にもよくコメント欄にご質問とかいただくんですが、あとメールとかでも来るんですが、個別相談に申し込んでいただいた方がいろいろとお話できるので、ぜひ、使っていただきたいかなと思います。この動画の最後にも、QR コード出てくるので、そちらの方を、カメラでスキャンして LINE を立ち上げると友達登録できるようになっていますので、こちらのはだいたい LINE で5、6通私からメッセージが行くのと、動画が1本ついています。あとですね、その URL、クリックすると個別相談申し込めるようになってますので、ぜひ使っていただければと思います。Thank you for watching. 見ていただきありがとうございます。Don't forget to like and comment the video. 動画にいいねやコメントを入れてもらえると嬉しいです。Subscribe to my channel. 私のチャンネルに登録してください。